明徳館江津明徳館は、久保田藩第九代藩主、佐竹義和が開いた藩校。旧明徳館エリア中市内、秋田市にぎわい交流館裏手にある明徳館主を示す石碑、佐竹義和が、時の老中、松平定信の教学信仰の姿勢に従い、京都から来藩の著者村瀬大帝への協力で、設立した。私分及び波を対象とした。 趣旨学者である、初代採取、中山聖画の学風で開学され、また江戸から招かれた、樹者山本北山の色濃い影響により、公共が重もんじられた。生徒は15から16歳以下の低い学級を当学、それ以上の学級を生学と呼んで分けた。当学は通学生40人、寄宿生50人ほどであり、生学生は100人ほどであった。 春秋二度の試験があり、藩への出資のためには出資試験を通らなければならなかった。名徳館が作られる前は、価格によって藩の役職が決められていた。名徳館の最高職の採取であった野上国助は、学館で成績が良かったものは、藩校の教師になるだけではなく、いろいろな役職に転出していくから重要な役割を持っているのだと明確に書いている。 したがって、下級の諸子にとって、明徳館はチャンスをつかみ取る場所となっており、ここから育つ者には、各種の奉行となり、藩の政策を明確に左右する役職に進出した者が多かった。中には中安左官のように、微禄の出身でありながら過労職まで出生した者も、いる。明徳館の教育方針として特筆すべきところは、 注入主義的な一方的教育ではなく、議論を重視したことであった。現在の大学でのゼミのように、テーマを決めて、それをもとに、他の学生や教授と論議をする形態である。野上国助は十二書や日山に出張指導した際に、解読、論議ひびなり、論議も、相応にこれありこうと記述している。石井忠幸は、伊豆園沢で採取であった。 世田に小太郎を表して、この人の癖は、最もな意見であっても、まずそれを抑えて、異論を差し挟む。論を発展させるために異論を出すのである。と記している。自らの知識を用いて、持論を組み立て、それを主張するような人材を、明徳館は育てていった。明徳館からは何人かの、改革派官僚が誕生している。 金安右衛門や野上国助、助川東馬らが、明徳館出身の改革派官僚として挙げられる。彼らはいくつもの役職を務め有能さを発揮したが、いずれも強烈な個性を持ち、かつ雄弁だった。彼らは、それまでの藩の役人はもとより、改革派官僚間での論議や対立をも厭わず、藩の財政不足や天保の大基金などの問題に関わっていった。 このように、個性を発揮させるような教育こそが、明徳館の教育であった。完成元年7月8日、久保田藩の過労、引田人氏の申し渡しによって、藩校建設が公式に決定し、翌2年3月11日に、校舎完成、完成4年3月14日開校された。校名を、明道館から明徳館とし、武芸書、医学館、 和楽方等を徐々に整備し、明治初期まで存続した。久保田城下東根小屋に学館が設けられたほか、江戸詰めの藩士のために、江戸に日地館が、また、領内六軍の藩士、陪審のために十箇所にわたり、教皇が、それぞれ設けられた。本館別家江戸藩帝教皇それぞれが独立した、教学機関でありながら、藩校本館の歌舞伎校でもあった。 教皇における成績有料者には、明徳館本館への進学の道も開かれていた。毎年1月17日の採取講義をもって、修行、12月23日の文学講義をもって、修行とされていた。毎月7の日に採取の講義、3の日に文学の講義、9の日に助教の講義が行われた。武芸書では、やり、刀、居合。 従術、休術、軍学を毎日演技させ、武芸担当教授がこれを見た。毎年秋には、武芸総裁の内見を、春には、藩主の上乱を受けた。教皇に配属された教授によって、毎月2回の講義が行われたが、以下の制度もあった。全体本館以上の三者が、学長と称され、藩校本館の首脳を構成した。別会後不傷。 ありがとうございます。